和久崎さんってはいはいはいマッサージ苦手そうダメなのですよね。うん。僕あのこの間まで舞台やったんですけど、結構アクションが多くて、でしかもなんかこうせっかく10キロ痩せたのに7、8キロ戻すっていうあれ無茶押し、あそうですか。なちょっとなんかあのふっくらしてないと。 ちょっとこう愛嬌のないキャラをやってたんですよ、うん、なのでこう太ろうと思ってご飯いっぱい食べてデニーロアプローチだはいはいはい <laughs> 皆さんデニーロがやってますよこのラジオ <laughs> 違う違う違うデニーロとオームアウすげえな <laughs> ワールドビッグツーでやってんの <laughs> <laughs> 響きで。デニーロのラジオが聞けるのは響きだけ。デリバーワーなんです。皆さんデリバーワー。挨拶決めたんだね。初回放送で挨拶決めたんだ。アンタルのポーネ。何それ。で、あのそんななんか結構もう弱い四十の体に無地を打って。 うん、いろんなアクションをして、はい、でちょっと腰をやっぱりねあのもともとあんまよくないんですけど、うん、ちょっと久々に痛めましてあ毎日こうアクションのディレクターにこうマッサージとかしてもらってたんですスポーツマッサージ的な。でそこから僕、うん、マッサージってもみ返し来ちゃうんであんまりダメだったんですけど、うん、は針の方が良かったんですけど、うんはい、あこれもう痛いけどいいぞと。 はい、多分なんですけど体ずっと痛いから,、うん、から揉み返しとかもよく分かんなくなっちゃったんでしょうね。<ー>でそれで、あのー、休園日に、はい、あの自分で探して初めてお店のマッサージを行ってみたんですよ。もちろんすごい昔には行ったことがあってそれでもみ返しが来ちゃって、うん、あこれダメだと思って、うん、俺も一緒だやめた覚えがあるんですけどなんかこうちょっとこう。 台湾式なのか何なのか分かんないんですけどそういうとこに行って、うん、行ってみたんです、はい、でなんかボディケアコースみたいな、うんうん、でやったんですけど、はい、僕は足つぼだけはかたくなに今まで逃げてきたんですよ、はい。でまあボディケアコースだから大丈夫だろうと思ったら足をグリグリグリッサージをって。くれる人が、うん 氷笠洋子に似てるんですよ、はあ、もう多分氷笠洋子の妹なんですえっ そんな場所で出会えるなんてね多分日本語はちょっとおぼつかなかったですけれどもでもビジュアルこんだけ一緒に仕事してるはい。浅間くんが言うんだからもうひかさようこひかさようこの絶縁に間違いないひかさ稽古だと思うひかさ稽古だと思うだと思うんですでそれであんまり足をぐり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 やっていやこれ全然力入れてないですと私仕事してないみたいなことを言ってしてるしてると <laughs> 思っていやいやと思って、うん、でもグーってもうやっぱりこう寝てるんですけど足ぐグリグリやられるとちょっと起きちゃう起きんですよで起きるともうひかさよこの顔なんで、うん、思わずおちょっとバカやめろって怖いなって怖いなれって怖い、ね、慣れて怖いですよ慣れて怖いね<ー>いやもう何度もバカって言っちゃっ <laughs> <laughs> いやもう気をつけてください皆さんだ、ね、これが日高のり子さんの顔だったらね、本当、ね、申し訳ないですけれども、<laughs> ちょっとだけ足から手を離していただけますかって。<laughs> 酔っちゃうと思うんです。のこさん、のこさん。のこさん、違うストップす。のこさん。ごめんなさい、ごめんなさい。ノータッチ、ノータッチなんっす。わぐちゃん。わぐちゃん、助けてって言いますよ、そんな。そんな、そんな。お芝居も終わりまして。ご苦労さまでございます。すごいね、アクションをするっていうのも。いや、ごめんなさい、見に行けなくて。とんでもございません。いや、もう、でも、皆さんね、こう。 見に来ていいただてやっぱりくっすんが出てるっていうこともああでもくっすんおもいですねくっすあのアニメの現場ではご一緒したことないんですけどもなんかちょこ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 歩いててなんかちょこ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 歩いてんの仕事欲しがってんじゃないのそれいやいやいやあでもそうかもそんなこと言ってました仕事くださいみたいなことはすぐ言うんでちょこ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 歩いて褒められたいみたいなんですほう褒められたい とにかく褒めろって言いますなんだそいつ <laughs> <laughs> 褒めてあげましたじゃあおめました舞台は初だったんですかくすんはそうですねなんか朗読劇的なのはやってたみたいですじゃあね怯えると思いますよなんだかんだででもねなんか緊張してるようには見えなかったですよそんなに本当に,本当にでもなんか上野先輩にちゃんと褒めてほしいと思ってたんだと思いますよ いやもうね上だろうが下だろうが褒めてほしかったみたいです。とにかくでちょっとあのそこのなんかこう言い方ちょっと可愛かったよって言うとにま、にまって笑う。子供ですねこれ。本当本当そうでした。うん楽しかったですけど。いいですね。ありがとうございます。なんかメールが来てるんですね。そうなんですよあのあれです。 <laughs> あのおすすめのアイドル。<laughs> うん、ああはい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 。おすすめのアイドルがですね、何な,、ええ、なつか来ておりまして、えー、っとどうしようかな。何おすすめしてくれます。今日の今日の旬は。今日の旬は,はですね、ラジオネームサメサメさんからですね。はい。えっとアイドルプレゼンしますよと。うん。 えー、世間様では OG のイメージがもっぱら強いモーニング娘。ですが、今のモー娘。はまずメンバーの名前を覚えようとしなくても大丈夫ですよと。入り口としてはまずグループとしてのパフォーマンスを注目してください。複雑なフォーメーション、ダンス、どんなに息が上がっていても口パクをしないプロ意識、4、えー、5曲のメドレーを笑顔でこなす体力モンスター気づいたら夢中になっておりますよと。振り幅の広さ、明るさ、そしてストーリー性のこの3つが。 えっとモーニング娘にあるのでと。ストーリー性って何ですか。まあストーリー性ここに書いてあるのは多分あれですねあのー、卒業してまた加入してっていうのを繰り返してるアイドルじゃないる。ああなるほど。だからその伊豆の伝承みたいのがあったりこの色を私が受け継ぐみたいのがあったりっていうのがあるんですよね。この伝説のこのこの人がえっといたからこそこの時期のこのモーニング娘にはこういうパフォーマンスができた。あれを引っ張っていたあの人の色を受け継いで私はまたいるみたいな。 やつじゃないですか、ね、<ー>この彼が言ってるスト理性というのはなるほどねで実際そうですしへ<ー>ただ僕語っちゃうとちょっとなんかうっせえなってなっちゃうんで何か <laughs> <laughs> 語り出すとうるせえだろうなと思って今ちょっとフラットに言おうとしてるんですけどだからねすごい僕迷ってるんですよ、はい、そういうまあ言うたら老舗じゃないですか、ね、はい老舗ですね老舗を今から手をつけることっていうのはやっぱりこの『24』を今から見るような状況になるんじゃないかという反面、うんうん お師さんがいっぱいいる。はい,はい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 。星野貴史さんをはじめ、はいはい、三沢先生だったり、まだお会いしたことはないですけれども、はい、あのね、はい、火曜日を担当されている。<laughs> <laughs> あの方もそうです、ね。火曜日を担当してらっしゃるう <laughs> そう多局の話してます今。<laughs> ちょっとぼかしてみました <laughs>。<laughs> あとはね、その声優業界にもいっぱいいますよ。 大中さんとか吉野君とかあの辺ありがそのハロプロ好きですね教えてくださる方もいっぱいいるのかなとわかんないけどまあでも確かにその、うん、なんていうのかな膨大なアーカイブスがあるので、うん、その主に娘に関しては今に至るまでの十何年の膨大なその資料というかがあるので飽きないっちゃ飽きないですねでもこう今 うん、今にかけててその今俺が応援しなきゃみたいな感じとはまたちょっと、まあ、んー違うこともないんだけどなうんなその歴史の多さみたいなものも魅力の一つではあるとでそうじゃない人たちもいっぱいいますよというのはですねこちらはゆる、えー、フィストさんが寺島由布ちゃん 「ウルキ・ユ時代から来ました」というキャッチコピーにぴったりの綺麗な黒髪綺麗な顔ちそんな見た目では裏腹に少しハスキーな歌声ファンの呼称はユフィストツイッターを使いこなし公式 LINE はほぼ毎晩10件ぐらい来ます多い時は20件ぐらい来ます、うん、ゆるキャラが大好きでいろいろなゆるキャラとイベントも行っておりキャラ界のゆるキャラ界のかな、えー、女王といっても過言ではありませんだって僕ねあのー、子供とマスコットキャラクターにすごくモテるので。 <laughs> <laughs> なんかわかんない引きが強いんですよこマスコットキャラクターがすぐ俺の手を握ってくるんですんだろうんなんですかね,すかねだからあのーうん、こう始球式とか行くと本当に懐かれるんです俺はねよくねお年寄りにね道を聞かれるあやっぱそういうのなんかあるんですか、ね、ん,んかあるのかしらねだからあのー、2>, 2人組んだら完璧ですね そうですね。完璧じゃない。子供と老人だ。あ、そうだ <laughs> あと。人じゃない。<laughs> ぬいぐるみだ。ーえー、りょうさん。えー、仮面ライダーガールズ。はあ。名前の通り、仮面ライダー40周年を記念して結成されたグループでございます。アイドルらしく可愛いのはもちろん楽曲はかっこいい、ロックなものが多いです。特撮好きなら分かる作品とリンクするような歌詞があったりと、とても魅力的なグループです、えー。ちなみにグループのメモの中には、ワみともみジェナ。 というメンバーがいて、ともみジェナで一つの名前で、とても珍しいと思います。ああ<ー>、うん、なんか昔、おにゃんこにもいましたね。えっと、山本スーザン久美子ですね。それみたいな感じですか。それは、でも、その、帰化された時のスーザン残りなんであの人でも、英語一言も喋れなかった人ですね。ともみジェナさんがどうなのか知らんすけど。<laughs> あのー、やっぱ仮面ライダーガールズっていうぐらいですから。はい 仮面ライダーと切り離しては考えられないってことですかこうまあそうなんじゃないですか難しいですけれどもだって仮面ライダーいないところに現れないってことですか仮面この人がいるからって仮面ライダーが現れるかどうかわかんないですけど <laughs> だとしたら怪人ガールズの方が人も多くていいですね <laughs> 怪人ガールズの方がいろいろ選べる怪人ガールズ可愛いかどうか問題ですけども、ね、でも仮面ライダーガールズって可愛いっていうのもなかなか,かあ,<ー>あれかっこいい人たちですからね仮面ライダーガールズはかっこいいんですか か,いいかっこいいな。えー、怪人ガールズも欲しい。怪人、怪人ガールズはもう基本的に八雄男しか思い浮かばないですけど。八雄男顔隠れてるからな。いやいやいや女で考えない。ライダーだって男だろ <laughs> あう。あ、あそうか。ストロンガーの横にいたやつがいい。タックル、タックル、タックル、クル<ー>ストロンガーってすごいですよね。平成ライダーって本当の名前がかっこよくて素晴らしい。うん。 だって今度のもうなんか「ドドデイド」みたいなごめんなさいねちょっと知識うんねだってねストロンガーってもうもうすぐゲストにはやられちゃいますよでも確かにねアマゾンとか X とかねうん今僕の所属してるユニットのメンバーで新しいアマゾンに変身するやつがいるんですけど新しいアマゾン今ねアマゾン なんでしたっけアマゾンズっていうのをやってて、え、あのコーラスグループでいましたよアマゾンズって昔、あのアマゾンアルファとアマゾンなんでしたっけなんなんとかみたいなのが出てきて、まあ天然アマゾンと養殖アマゾン、えどういうこと？え全然わからんどういうこと？アスワンハイダムとか関係あります？いやいやいや関係ない、あの要は作られたアマゾンとこう野生のアマゾンと。は 普通のアマゾンとつく、まあ、変そうそうなんですよ <laughs> 本当に僕も何言ってるか自分で分かってないですけれども <laughs> アマゾンがいっぱい出てくる作られたアマゾンって単なる緑地化じゃんそれ <laughs> <laughs> 人工の緑地化だよ <laughs> いいことだ <laughs> あのー、要は、うん、アマゾンっていう会社があるじゃないですかアマゾンプライムまああそこがプロデュースするなるほどはい 仮面ライダーアマゾンでんかこうまあ割とこう大人向けのアマゾンを今やってるんですけど、うん、へえおちっちゃい時アマゾンが一番そんなに詳しくなかったんですけどライダー、うん、アマゾンがでも一番好きでだって今までずっと昆虫できたのに、うん、アマゾンで初のトカゲモチーフっていうのが出たんですよね,、うん、ね今もう何のモチーフだか分かんないぐらい出てるじゃないですかいやもう本当に魔法使いモチーフって何ですかとか「何それそれんなののがあるのウィザード」っていうのがあるんですよ魔法使いがモチーフモチーフ 魔法使いが何かをモチーフになっているのに難しいだってね桃太郎モチーフとかねああなるほどねもういろいろあるんですよそこの間何でしたっけびっくりしたのはあのフォーゼでしたっけ真っ白のこれ何モチーフと思ったらロケットらしいんですよもういよ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 わからないですからねでしかもそれのガールズがいるわけでしょガールズがいるんですようん。 でなんかこうそれぞれぞさっき聞いたところによるとそれぞれの担当ライダーがいるっつよねだからそのロケットはロケットじゃないフォーゼはフォーゼの担当の 女の子がいるんだからあの「叙々苑」の店員さんの,、うん、あの名札のとこに下におすすめのエリンギってあ,ある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 だ <laughs> あれじゃねえ <laughs> あれじゃねえ <laughs> そうか「仮面ライダー,ー、ね」魔法使いモチーフの仮面ライダーのまたガールズになったらまた魔法使いのお,おばさんにならないの大丈夫なのお,<ー>なおばさんってガールズ言うてんだからおばさんって <laughs> <laughs> でもこれ結局 仮面ライダーを知らずに仮面ライダーガールズを応援している方々もいるってこと わかかんんなないいいけどいるんじゃないですかそれでも「仮面ライダーガールズ」にとってはちょっと私たちを応援するんだったら「ライダーも応援してくださいよ」みたいなことじゃないんですかね。わかんないですまあそれを入り口にして「そうしてください」も含めてだと思うけどなんかそういうの球団とかでもあるでしょきっと何とかガールズみたいなやつは確確かに確かににあります、ね、いっぱいあったり俺ら知らないけどそういうなんかメーカーとか商品とかにもそういうガールズが。 桃屋ご飯ですがあるみたいなやつが <laughs>、ね。俺それちょっと好きになるかも。<laughs> いいかも。ね、<laughs> ちょっとずれてるんですね。<laughs> 丸いちょっとちっちゃい下がってる。<laughs> <laughs> ああ<ー>、そい,いかも。ミキのりこが。<laughs> もうさ、し、思春期がある。作れないですか。あ、きた。 来た思春期ガールズああ思春期ガールズってほんともうやばいよ <laughs> もうだからもう不毛な遊びもそれぞれに持っててなんかこうちょっとなんかこう知らせててどうですか <laughs> 出た思春期ガールズ上り詰めましたね番組としては我こそは思春期ガールズっていう <laughs> ちょっとね <laughs> あのー、簡単な履歴書と。 だってどんだけ集まるか分かんないじゃないですかそんなのじゃもしかしたらねイベントでね笑笑最後のこう「ドゥードゥーン!」みたいな正面から「私が!」みたいなやつでも新規ガールズだから多分ドゥーンってなったのに気づかないでしょうねんかチーカマカなんか食べてて持ち込みケ、OK、ーだったん <laughs> なんかこれで私あのすごい 痩せましたみたいなやつもあるじゃないですか。でそういうのをこう CM かなんかでやってるなんかこんな生活してたけど、うん、私はこれを初めてこんなに痩せましたみたいなやつで最終的にグランプリ誰誰れれみたいなやつでその私はもうこの思春思春期いっぱいの生活だったんですけども <laughs> 抜けちゃダメか <laughs> 抜けちゃダメだな思春期。今だに今、ね、だに思春期なんですよ。 難しいなそれ <laughs> アピール難しいなこれね、うん、考えていけたらいいですね、うん、でもなんかあのー、舞台の時とかもおすすめのアイドルとかのなんかこう CD いただいたりとかしてありがたい限りです曲は本当にね割とね面白いの多いんですけどねそうなんですあの僕もビッシュの曲がいいって言ってたら多分僕の滑舌も悪かったんですよね、うん、きっとねうん、うん、あのラジオ聞いた方がディッシュを送ってこられて <laughs> 完全に性別が逆の男性アイドルディッシュが送られてきてでもそんなことでもない限り男性アイドルの DVD なんて見ないですから逆にありがたかったですけどもねすごい嬉しいですじゃあ,まあこれからもねぜひプレゼンしてくださいそしていずれは思春期ガールズ的なものが作れたらなとそうね思春期ガールズ完全に今の思いつきですけど全然首振ってんのあいつもなんでなのな何が嫌なの怖いの 女,女子が怖いの？全部切ろうとしてるなお前 <laughs> <laughs> このくらい全部切ろうとしてる <laughs> 切らせねえぞあさるマシンだろうと <laughs> 思春期が終わりません

きっこちゃんが負けたのかもうねでもインターを降りたのか <laughs> 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 下道をグデグデ回ってる感じがしますすごいプレーンなね、うん、僕もねクリスピークリームはプレーンが一番好きですけれども <laughs> すごいまっすぐ可愛いあ,ありがとうございます,います僕遊戯王でご一緒させていただいたんですけれどもそうかこれはラジオでちょこちょこぐらいかなここのとことろはほんと何

石かわゆい石川わゆいっていいですよね。美人の名前です。まあ僕も常に言い続けてる日本で一番綺麗なの前は京の琴ですけど。も京の琴が最も。もうね最近イベントに行ってきたからっていうのもあるんですけど、もう京魔フのイメージがすごいです。京の琴。でもその京都の京というのもやっぱりこう鮮やかでしとやかな感じがするんでしょうね。で琴です。琴ですよ。ね和の楽器あの琴そして美しい京の琴です。よ 水川あさみの名前の美しさからないですよね, <laughs> すねただ割とご本人ガラッパチな感じで出てくるじゃないですか <laughs> そうなんでびっくりしちゃうかもしれないじゃあこのコーナー行ってみましょう、はい、高速アイドンの、はい「来ておりますよ割と面白いの」はいえー、まずはこちら 畳かける畳さんからいただきました。まあまあ待ってください。名前に関してね。<laughs> 何も別に物回そうとはしません。<laughs> まあ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 お待ちくださいお待ちください。さいここで判断をしないでください。わだろう。何も持ってない。ラジャレのレベルで判断しないでください。もう一度行きましょう。ラジオでも畳かける畳さんです。だから俺が悪者みたいに。<laughs> 俺がいつの間にか悪者になってる。何これ。なんだこれ。浅間 <laughs> <laughs> さん和作さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい 高速というよりは特色のようなものかもしれませんが私の通っていた中学校ではアジをきれいに食べようというプロジェクトのようなものが。<laughs> <laughs> <laughs> 給食で出されたアジをきれいに食べた生徒のいるクラスにリクエスト給食の決定権がなに与えられてるらそれ <laughs> <laughs> ちなみに魚の身だけではなく、えー、骨と頭つまりアジ一匹丸々平らげた、えー、部活の先輩はなぜかエントリーされなかったそうですへー丸々食べるのはダメなのちょっと待って給食に丸々一匹のアジが出るのあそれもすごいですねアジフライならわかるけどねえアジ一匹がドーンってその。<laughs> どこですか兵庫東京都ですねもうあら東京都ですねええ？アジ一匹ドーンってその弥生県的スタイルでこう出てくるわけ弥生県でもそういうことでしょなんか分かっちゃう俺もなんだろうああ、一人暮らしがいいなってな。そう一人暮らしの感じがするわしだけのと飯食い行きたい

藤井さんも行くわよ。行くけどさ。いや、違う違う違う。畳かける畳さんのね。<laughs> ええ、そう。アジ一匹が一人頭の給食で出るってことかしら。それも結構すごいけど。すごいですね。え、その校則を決めてるのはやっぱ校長だから。<うん S 2> アジ大好き校長。<laughs> アジ大好き校長。<laughs> <laughs> アジほぐすほぐすマン。バーザーだってさ、綺麗に食うって何なんだって話ですけども。<うん S 2> その。 これね絶対ねよりきれいに食べたもん勝ちになっちゃったら学生なんてバカだから、うん、そ,のその間にどれだけ本当にきれいにするかきれいに食うかきれいに身を取るか、うん、だけに気持ちがいっちゃっておいしく食おうとかでもないし、うん、もうお箸がじゃあきれいなのかっていったらきれいでもないだろうし手でこうやって取ってもいいのかってことになっちゃうでしょ。うん、本末転倒ににななないかかって思うんですよね確やぱり頭と、うん 尻尾を骨がつないでるあのんかのび太がドカーンってゴミ箱に行った時に出てくるあの形が美しいそうじゃないですかなんだかんだ言ってやっぱ漫画の表現って美しいじゃないですかリンゴもああやって食べようとした時があったじゃないですかこうねなんだいうボンキュボンみたいな形のキスかと思ったらみたいなみたいなグラスでした

リクエスト決定権あったら。ええ。っとね。うん。あの、こういうやつ。なになになに。倒し正面。違う。倒し正面。ケバブ。ケバブ。ケバブ。が、学校に、あの。でかい肉がぐるぐる回して。で、言ってもいいってこと。わ、嘘。絶対に、どれでも大丈夫かどうか、わかんないですけどもね。ですよね。え、ソーそばとか、言っても、出してくれない。そう、ね。 滅かないそばっつったらもう学校中でから太めのそばをみんなですするわけですよ。めああねそれが本当にできるんだったら楽しそうだけどもすごいすごいですね、うん、あっそうか魚の身だけでなく骨も頭も全部食っちゃった人は、うん、そエントリーされなかったんだ<ー>骨をきれいに残さなきゃいけないんだそれもひどい話だよね。 えらいって褒められるそうですよハルシウムね取れるのにねじゃあ読んでもらったりしましょうこちらグミオせーので小道街さんからいただきましたちょっと何を言ってるかわかりませんけど全然わかりません前回放送の高速アイドンノでカップ麺代プラスお湯代が発生する学校の話がありその際鷲崎さんが水筒にお湯を入れていくという話を出していましたがそれはもう古いですあやばい新しい方法は ティファールを学校に持参してしまう,う <laughs> やらた <laughs> <laughs> ティファールこの方法はみんながしているというわけではないのですが一<う>つ上の先輩二人組がたまにみんなが手を洗うところで仲良くティファールに水を入れています <laughs> おしゃれ多分教室のコンセントにつないでお湯を沸かして食べてるんだと思う。何やってもいいの学校ってもうねもうなんか高速アイドンノっていうかもう <laughs> なんか、ね、いかにくぐり抜けて本当だね新しいことをするかみたいになってる、うん、だってうちのコンセント使っていいんだったら携帯の充電だってしていいってことなんだ多分持ってきてよければってことなんですかね,ね、うんえー、うちの学校はカップ麺を販売していないのでその先輩たちは自主的にカップ麺とティファールを持ってきているようです、えー、その二人以外にそんな人は見たことないですが女子校ということもありああ女子か,女子か えー、男子からの視線がないことも多少関係して結果ティファールを持ってくるスタイルが確立されちゃったのかなと思いますああいやでも素晴らしいティファールをもカップ売っってなかたん荷物として持ってくる女子高生か、うん、でそれを良しとされてるんですよねおそらく、うん、学校側はそれに対して注意はしてないわけですよねバレてないんですかねうん,うん何なんだろうね 多分ティファール持ってきて目立たないこともないけど何やってももう何やってもいいの学校ってすごいですね。他にもありますか、はい、他にもいろいろございますよえっ、ー、とこちらはねえこそ階段のはできまさんからいただきました僕の学校の校則ですが2時間目と3時間目の休み時間に全生徒が。 上裸でラジオ体操を第二をするという中間体操というのがありました。もちろん男子校ですよと季節を問わず雨さえ降らなければ毎日やるというものだったので夏場はいいのですが冬の特に2月の曇りの日の体操は唇を紫色にしながら冬風と戦っていました。僕の学校はすで、えー、に創設から70年ほど経っているのですがこの校則は創設以来続いている、えー、もののようですと。はー 最後の中間体操では体操を終えた後上裸のまま12月の寒さの中みんなで水風船を用意して投げ合って遊びました楽しだうそですけどもねこれ自体は第2時間と3時間2時間目と3時間目の間やっぱ上半身裸だから、うん、この第2の一番最初のこのグングンが似合うってこと この格好ならグングンだろうとそうね第二はだってあれですよねオフィスで働く人用に作られた体操なんですよ確か第一は昔からあって第一と第二って作曲者も違うんですよえっ今びっくりする声で言っちゃったけど第一と第二はそのそう使う体の部位が随分違っててっていうのがあってうんと下半身はあんまり。 その第一は昔に作られて、うんえっと、和式便所を使うことが日本人は多かったからそれで日常の下半身の動きは多いは<ー>足りてるだろうと言ってたんですが第二が作られる頃は洋式のトイレも増えてきたので下半身を動かす運動も入れようみたいなので段育馬先生造、えー、さんの作でいす、ね、先生が確か第二を作られた。

うん、い,いくつまででであるんすすかねね、うん、そうですねわざわざ代理であるというところがちょっとこじゃれてますけども桐ヶ峰さんから頂きました「高速ではないのですが僕の高校の校歌は最後に長めのためがあり校果斉唱の時にはそのためのせいで全校生徒の歌声がバラバラになるというのがお決まりになっていました」。<laughs> <laughs> 作曲の人の意図もあるとは思いますが、<laughs> 効果としてはふさわしくないと当時高校生ながら思いました。うん、<laughs> ああ、君はパラッパッパパパララ変わった。あるってことだ。高速にも。<laughs> 僕もあのじゃにカラオケで、はい、あのだい,いこう大サビに入る前の、うん、一瞬こう消えて。うん 「果てしないよ」よい,いつも失敗するんですけど、ね、大勢だと走るやつが出てくるから、はい、<で>そうなんですそ走るやつに引きずられちゃうからね <laughs> ああののののの,の指揮者もそうですよね指揮者がいてこそできるやつだわだなんでため作っちゃったんだ <laughs> なんでため作っちゃったんだ盛り上がると思ったんでしょうねいつも失敗、ね、大サビに入る前のその うん、B メロの最後を2回言うみたいで思春期第3中学校だったら思春期第3 <laughs> 思春期第3みたいな <laughs> <laughs> 2>, 2回やるやつ。 <laughs> 凝っちゃったな<え>作り<ー>これも,もう僕ね一応目でやられちゃったんですよねす森のくまさんから頂きました正崎、はい、さん浅沼さんスタッフの皆さんこんばんは私が所属していた中学校には「<laughs> 規制を発しない」ということ。りますじゃあもう俺すぐ退学だわ <laughs> なんかあ中学生の時にこの校族は甲府県施行されておりましたが経緯は至って簡単で前年の1年生があまりにもうるさく芸工事だろうが授業中だろうがギャーギャー騒いでいるところ周辺住民 PTA 教師人多学年の生徒たちつまり私たち以外のほぼ全てから、えー、苦情が来てしまい。 国肉、えー、の策として制定したとすごいいいですね何をもって規制と取るかですよだって時折僕よくあるんですけど、はい、電車の中とかでなんか喋ってて、はい、あれなんだっけなんだっけって思い出せなくて、はい、ああって結構自分でもびっくりする音量が出ちゃう時あるじゃないですかうう言うたら他の人にしてみたらねまああれも規制ですけどいやでもその中学生の そのなんて小学生の延長で中学生になっちゃった子たちの,、はい、そのあれってすごいですよ体も出来上がり、うん、肺も大きくなり、うん、でも小学生と同じテンションなんで、うん、その楽しくなっちゃったら「やー!」ってなっちゃうなっちゃうなっちゃう。なゃうなんかそのまま中学生になってるわけですよ。<laughs> だって言ったら「ミキセイ!」だって人の名前呼んでるけどもうそれ言い出したらもう何もかもその前,前後の物語がなかったら全て規制ですよ。うん だってね説明する場所があればいいですけど今のは人の名前を呼んだんであって規制ではないんです。クララのバカー！こ規制で,、ね、ですよ。規制ですよ。そうですよ。規制な上に罵倒ですよ、うん。そうです、アルプス、<laughs> アルプスという山の中で叫んでるからこれもう渋谷で叫んでみなさいあなた。<laughs> 本当に。<laughs> 世界の中心でも愛を叫べなくなっちゃいますよ。そうなんですよね。そうですそうです。違います違います。ます <laughs> 全然違います。規制を上げるなってわざわざ高速に書か,かれるってすごいね。すごいですね。こんな面白い高速とかありましたらまたまた送ってください。<ー>思春期やっと響き配分レディオドット JP 高速アイドンノノナーです。思春期が終わりません。 ティーチミープリーズイセイちゃんかっこいいかっこいいですねちょっとねイセイちゃんの英語の言い方が思いつかなかったもんですから <laughs> 確かに勢いで勢いで言った感じある、ねそうでね、俺もんなんとなく英語って言われたらもうかっこいいってなっちゃう早速紹介しますよ えっと、ラジオでーム浅沼さんの深い沼にはまった保健室暮らしの萌えか。まあ、ちょっと待ってくださいね。もう一度言いますよ。浅沼さんの。はい。深い沼に。ははまった。保健室暮らしの。 もえかさんがいただきます。たもえさんでいいですありがたいですけど <laughs> 沼いじりですよね沼いじり、うんえー、嫌いだわ俺の名前の沼の部分嫌いだわ、えーえー、沼,い沼いじってきますよみんな嫌いだわ、うん、あといらないものを投げ込んできますメガニが出てきちゃう <laughs> <laughs> 使わなくなった <laughs> <laughs> フルーツ入れてるちっちゃいタッパーみたいなやつもう使わないからっつって不法投棄ですよ浅野君の沼にかか投げ込むのは男性陣の方に質問したいです、はいえー、よく世間一般で言われる小さい男の子は好きな女の子にあえて意地悪するの案件についてです あの時のの時しししてててるる男子は結局のところ何を思って意地悪してるんでしょうかただ気を引きたいだけなのか俺はこの女を制服してるんだぜ俺の方が上だぜかっこいいだろ的なことをどっかで思ってたりするのでしょうかぜひ男子の皆さん、えー、自分のエピソードなんかも踏まえて教えてください逆に女性陣もその意地悪心理が働く方いるんですかそこも聞きたいですちなみに私は意地悪してきた相手に後日告られた時に「え無理嫌い!」と真顔で答え本気で泣かせてしまった幼少時代でしたわかかるなんか、うん けなし合いっていうのがあるらしく、はあ、女性もなんかそういうなんか文化がわかんないですけど、うん、最近の文化なのかちょっと前なのかわかんないですけどだから本当に例えばジリさんのことが大好きなのに、はい、あのジリよーみたいなとにかくこういじってダメなとこあげつらってるけれども好きっていう「髭汚えんだよ」みたいなみたいなこと言ってる変な服 でも好好ききねえでももななかかったららう本当単なる悪口だだねえ僕、ね、これ理解できなくて、うん、でも小学校の時もなんか好きな子だから意地悪するもう僕なかったんであのー、単純に子供が男の子子供が女の子をこうやって意地悪するのは女の子に興味を持っているけれども女の子と,えっと関わり合いを持つということが えっとまあて照れるというか恥ずかしくて唯一男の子が女の子とできるコミュニケーションの方法が女の子にちょっかい出すとかしかないんだと思うんだよね。<ー>これだから単純にそういうことだとは思いますけどもね。<で>も僕、あのー、結構 ねうん、女性のアイドルさんとか、はい、あの男性の若手俳優さんとかとお仕事をしている中で、うんうん、あなるほどと思うのが、はい、例えば握手会があった時に、はい、男性ファンと女性フファァンンとと女の違いがあるんんだなと思ったんですよ若手俳優さんの握手会とかに並ぶ女性で多いのが「うん、私のことを覚えてますか?」って聞くんです。でも 女性アイドル女性声優さんで時折いる、うん、この多分これだと思うんですけどその好きな女の子にあえて意地悪をするだと思うんですけど「はじ、いはい、めまして!」って言って、はい、その声優さんだったりアイドルさんが「はじ、い、めまして!」って言うと「はい、前回も来まししたけどねって言うらしいんですはあこれはそのあれ気持ち悪いですね。 <laughs> これ <laughs> 結構多くてはっ,はっきりと気持ち悪いですね、はい、結構こういう方が多いらしいんですけど、はあ、もう往々にしてその声優さんだったらアイドルさんにとっては嫌なんですよこれ。んだからそれで覚えてもらおうと思っているのかその意地悪をする人と思っているのかそれかその女の子だっ まあ,まあアイドルだったりその声優さんに「ごめんなさい」を言わせたいのかうんね相手に何をさせたいのかどっちも同じような認証欲求なのかうん,うんでも女の子の方はそうじゃないんですよねうんあんまり聞かないんですようん何からねそういうの多分ですけどもその。 他のその他大勢じゃなくて自分とその子だけの関係が欲しいんですきっとあ<ー>自分とその子の特別が欲しいんですなるほどでもその脳内では友達になったり付き合ったりしてるじゃないですかきっと分かんないけどでもそれができないとできないとなるとなんとなく分かるんです俺,俺絶対それはしないけど俺多分好きなタレントさんとかに認知されたくないです、うん、僕は。 されたくないのそれは何でかっていうと多分その裏側にちゃんと認知されるんだったらちゃんとお友達とかお知り合いとかにならないと意味がないと思ってるんだと思うんですよ、うん、きっと。なんで単なるファンの一人として認知されるっていうのはもうなんかあれなんだと思うんですよねきっと。そういう,うんと特別で痛い感がきっとあるんだと思うんですよ<ー>僕の中にも。 それが変な出口で出ちゃった場合にそうなるんじゃないのかな分かんないけど結構ねそういう方が多いみたいなそれが多くてどうすんだよねそれが多うんだよねそれが多いんだったらもうもはや何の意味もない特殊のケースならまだしもだからんかやっぱり僕もこのそれを聞いて男の子特有のものなのかなとなんか嫌がられてるけれどもスカートめくりをするみたいなことなのかなってねねえ とある、その、割と自分の中では好きなタレントさんと一回。お会いしたことがありましたけども、うん、やっぱ会いたくなかったもんね。あ<ー>あ<れ>。なんだろう、この気持ち。僕もね、ちょっとわかります<ー>、うん。キャリーパミュパミュがそうでした、ね。あ,<ー>あの、スタイリストさんの関係で見に行ったんですけども。あ,<ー>あの、なんか本人が。一人一人ご挨拶するので。うん、こ,こちらから、どうぞ、で、人、一人お一人出てってくださいって言った時に。 まあ後輩もいたんですけど、うん、後輩は良かったですねと、うん、初めてご挨拶できるじゃないですかって言ったのを僕、うん、ツアータオルを肩にパーンってやって、うん、帰るぞと <laughs> え挨拶されたいんですかこんなんじゃね俺たちは表から出るぞ <laughs> 言ったら後輩たちかっこいい <laughs> でもその15分後飯食いながら、うん、やっぱいっときゃな <laughs> って。そうそうそう。俺たちね、人意識過剰なの、絶対。<laughs> い,い絶対絶対。<laughs> なんかちゃんとその、なんていうの、お互いのフィフティじゃないけど、はい、みたいな感じではお会いしたい。そうなんです、ね。けど、みたいな、パピパちゃんと。ね。 難しいですね。はい。えー。ヒ山脈最後の鳥でかました。すげえ名前だ。すげえとこまで来ましたね。え教えて伊勢ちゃんとは少し違うかもしれないんですが、納得できないことがあります。アメリカ人の愛称のことです。はあ。クリストファーはクリス。クリストファークリス。エリザベスはエリザやベス。これはわかります。しかし、そういった法則を無視してきやがるやつがいます。はあ。例えば。 マリーの相性がポリーになることに納得がいきません <laughs> お前異性に何が聞いてんのお前異性に強た <laughs> じゃねえから P <laughs> は一体どこから来たのか <laughs> 確かにパーマンみたいな <laughs> どっから来るの <laughs> 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 こんなの完全な法則無視ルール違反です 一たす一が田んぼの田になるようなものです。何言ってんだ。<laughs> えー、マリーの愛称がポリーになった背景を知っている方教えてください。これだどちらかというと教えてイコクちゃんですね。<あ>教えてイコクちゃんだ。んこれどうですか。発音。Teach me p l e a ちゃん。これ英語で言えよ。俺ここ日本語になっ,ちゃって。<laughs> ストップひばりあのね、ウィリアムがボブ。ボブ こほんとにわかんないでボブって呼ばれてる人はみんなじゃあウィリアムなのかなと思ったらボブって名前の人がちゃんといるじゃないですかあれの経緯とかほんとによくわかんなくてボブの相性がボビーみたいな、ね、うんうん、うん、どこまで相性いくのだからそれ俺らなんなんとなく知ってるでしょなんかちょこっと乗ってるでしょ、うん、あれじゃあ海外の方が日本を勉強するときにそれもあるのかな 田バっていう名字のやつはだいたいバタヤンみたいなやつ <laughs> じゃ。じゃあ乗ってんのかって。<laughs> <ー>乗ってんの？渡辺が鍋ちゃんみたいな。山口さんはグッさんみたいな。そうそうそう。でもそれに限らないのに。<ー>そうですよね。限らないのに。川尻さんだってジリさんの場合もあれば、うん、川ちゃんって呼ばれることもあるかもしれない、うんでありますね。それでもそういうことじゃないの？この相性っていうのはもっとなんか背景が違うの？ どうなんですかねなんかキリスト教に基づくなんだらかんだらみたいなのがあんのいやわかんないもんだから本当にこれちょっと異国ちゃん教えて教えて異国ちゃんねそれからなんかもしかしたら中国だったり韓国とアジア圏のね方にもこういうのあんのかとかそうだよね前もほらあの台湾でイングリッシュネームっていう問題があったじゃないですかなんかそういう こういう法則わかんないなそうだ。棚卸しの件に関してもなんか海外のいろんなことを教えていただいたり、はい、ね海外に住んでらっしゃったり、うん、住んでたことがあったり、まあもしくは詳しかったりする方か教えていただけるのかなこれは。そうですね。教えてイコクちゃんの方に教えてイコクちゃんこれ新しいですよ。はい。はい、これどうですか。こちらちょっと読んでみましょうかね、はいえー。ピコリランランさんからいただきました。<laughs> えー、浅野さんし崎さんこんにちは。こんにちは。ちは質問なんですが、男子は女子の女子は男子の転校生がクラスに 来た時どういう感じになるのでしょうか、えー、私は同じ女子の転校生しかクラスに来たことがないので、えー、気になります教えていただけたら嬉しいですこれなんかどっかのラジオでも似たような話なので、うん、なんかドラマとかアニメとかそういうのではじゃあ転校生を紹介するってなった時にこう、はあ、女子がいいよみたいな話、はあ、あんなことありましたいや僕なかったすなんか俺転校生が来る時はその日かもしくは前の日あたりから何やら噂が流れてて、うん 明日もしくは今日このクラスに転校生が来るぞっていうのはどっかからなんかそういうなんか記者がいるんですね多分学内に <laughs> <laughs> 学内にそう,いうのがン記者障子のり子みたいなやつがレポーターだから別に違うか <laughs> <laughs> あのいるんだと思うんですけども、うん、そう調べているのかな分かんないけど、えー、なんか噂にはなってましたから「何がいいな」みたいなやつよりは「来るぞどんな顔だ」でした。 うん、僕なんかドラマとかアニメとかでよく見るじゃあ転校生を紹介するっつってあの扉がガーッて開いて、うん、足元から写しの立ち止まって、うんえー、クラスメートの顔を写って、うん、はあっていう顔を C のパーンアップしたら、うん、黒板を背にしたその子みたいな。うんうんうん あのシチュエーションないんですよあのシチュエーションは君のそのカメラのパンの話とかもあるから <laughs> カメラ位置とかもいろいろあるからそれは難しいな,なんか朝からいた気がするんですよえー、マジですかなんか授業の途中から紹介されるみたいな <laughs> ちょっと待ってねもうちょいちょいディレクターが手をブンブン振って否定するんだけども <laughs> お前の経験と違うって話をしてるだけであってそういうのお前が正解みたいなさあアクションもいつもやってるけどもいっぱいあるからそんなのねえよみたいな言い方してくるてだあいつまあまあね神みたいなもんでしょうからねこの番組にて編集権もありますしなそうだねそうじゃないねこれどっち使うか分かりませんからねあいつ今二つ僕は言ってしまいましたけどどっちかこいつがね これでも教えてくださいよあの女子子と男子どっっちがが盛り上がるのって僕の中学校の時に転校生がやってきて、うん、その子が本当にもうね正直ねあんまり覚えてないんだよな可愛い可愛い,いってみんなでもう話題になっちゃったから可愛いと思って見てて、うん、あんまり顔も覚えてないんですけども転校生で中学生で可愛いいんですよ。 かから来た噂噂なのか大学生と付き合ってるっててるがプレスかよ <laughs> すごいですな中学生っつうのはすぐそういうこと言う石垣先生の事実かもしれませんけどもやっぱ転校生って何がしかであってほしいじゃないですか,か、ね、転校生が何でもないって一番つまんないからそう何がしかであってほしいですよ、ね、かだかより可愛いいもしくは強いとかねは<ー>もうそれの要素がなかったら家が何々ね なるほどね。お兄ちゃんが暴走族ね。<laughs> いやいや勝手になんかドラマが欲しいんですよ。そのオラオラがぶらりのはい。はい。何にもないとこになか刺激が来たから、その刺激をみんな楽しみたいんだと思うんですよね。なるほど、<ー>ちょっとそれ全然関係ないコーナーになっちゃいますけど、<ー>転校生の？ あのつ明日来る転校生、うん、何だったら引き強いかっていう,うまあキャッチコピーつけるみたいなもんですけれどもでも実際にもあると思いますよ,すよ、ね、実際に転校漫画みたいな転校生が来たやつっていると思いますよ、うん、だからもう家がサーカスだとかあーなるほど、うん、あそうかあの俺の知り合いにいますけど何でしたっけ商業演劇というか旅一座、うん はそうでしょうね。ねねとか、うん、そういうなんかあ本当にこういうの漫画じゃなくてあるんだっていうのは実際に経験した人いっぱいいると思うし転校させられた人だっているでしょ、うん、喧嘩とかでそれはどっかに行くわけだからだからうちのね甥っ子この番組でもおなじみのち八君の母親,、うん、の母親うちの姉ですけれども、うん、それがあっての。 母親美人らしいようわさを流そうとしてたんでしょうね。引きついあいいそれと思うんですけどもねこの間久々にお会いしましてね舞台を見に来てくれてもう中学1年生ですようん、うん、相変わらずおじさんに敬語で「とても感動しました!」って,て <laughs> <laughs> 素敵ですね2回見たいっつって2回見たいから。 あの宿題を頑張るっつって一生懸命。うわ可愛い,いで、えー、本当に可愛い,いですねキアくんは。いやあ<ー>。<laughs> いつになったら敬語じゃなくなるんだろう。ね、あの以前いただいたメールに対してのお返事がああおこれね女性から来てるんですけど、はい、大学で法律を学んでいるものです。はい、かっこいいな女性でね。 えー、下駄箱のラブレターが勝手に見られた際、うん、訴えることが可能かどうかですが、うん、下駄箱は占有権は生徒個人にあるかもしれませんがあくまで学校側に所有権があると考えられます、うん、よって下駄箱の所有者として訴えを起こすのは難しいです。 なるほどまたラブレターに新書開封罪が該当するかどうかですが、はい、新書の定義が特定の人から人へ充てられた意思の伝達を媒介する文書となっているので、うんえー、双方の名前が封筒に記されていたら適用することが可能だと憲法を先行する私個人の見解としては罪にこだわって刑事訴訟を提起するよりもプライバシーや精神的自由を侵害されたとして憲法に基づく民事訴訟を提起し損害賠償を るやる気やな、<laughs> お前やる気やな、一歩も引かへんでと。うんそれがおすすめですよ。なるほどね、ちゃんとね、答えが出ましたね。そうだね、<laughs> ぜひ。まあ、双方ね。そうですね。穏便な。 私は書いてませんでしたけどね本人 <laughs> <laughs> な解決は特に書いてませんでしたけど <laughs> それからねこれも白目ののカッピーさん、はいね16歳の女性です16歳、えー、この前友達と話をしててふと疑問に思ったのですが女子として言っていいのかどうかと思いますがブラとビキニって大して変わらないよなと思うのですがどうでしょう 隠す面積は大して変わらないのになんでぶら姿はダメなんだろう言っちゃいますそれ結局友達とも結論が出なかったので <laughs> 女子でも男子でもいいので意見を聞きたいなと思いメールさせていただきました言っちゃいますかそれ<ー>ずっと思ってましたそんなこと僕もずっと思ってました <laughs> そんなことみんな思ってましたよただ一つ思ったんです、はい、もうねここまでね、はい、あの水着の人が増えたりとかですねそ、はいまあ、それこそ プールじゃねえのに海じゃねえのに水着って多いじゃないですかそれこそイベント会場とかねなんか僕にとって特別なものが背中になってきた気がするああ、なるほどね背中ってなかなか見ることないじゃないですかなんかもう最近お腹とかを出してる女の子とかがいてもうそうするともうその なんかこうお腹より上のものってもうブラじゃんとうん, <laughs> うん、ね、いやわかりますよねえかりますなんか,からんよなんか小さいサイズのタンクトップなんだって言われたってうんもうブラだよとでも背中ってなかななかか見れないですもん、ね、そうなんですよねこれあれですねだからそのもうそれを見る機会が増えてしまったから価値が落ちてしまったというかううんうん、うん、ね 何年ぐらいまではこの魚すごい取れてたからあの全然安かったけど今はこの漁獲高が減ったからみたいなそれと似てる感じじゃないですか だから、うなぎとかもそうですけども。<laughs> だから、もう背中出してたら、僕にとって、こう、なんか、うん、胸元の谷間とかよりも。うん、はあ、あーもうー、ダメだよ、しまって、と思うかもしれないなってっ。<laughs> 背中くじらに空ですね。そうです。<laughs> <laughs> 昔はもういくらでも。そうですか。か <laughs> 昔はいくらでもでもはなかった背中。あれ、そうでもないか。<laughs> そうです。だから、このブラと水着問題。そう,ね、そう、これは昔から、でも。 どね、まあそう言われちゃった、うん、素材も違うし何ともかんともとは思うけどもどうなんだろう,、うん、うだったらじゃあ下着っぽい柄の水着はどうなんだとか、うん、まあでも男子だって同じことは言えますがああカイパンとパンツまあ正直言いますけどカイパンとパンツは同じ気持ちだったなうん,うん別にどっちも見られても別にってなるもんですよね、うん、ねえ、うん ちょっとお答えを募集いたします。はい、え、思春期あと響きハイフンレディオドット JP、教えて伊勢ちゃんまたは教えて伊国ちゃんまで <laughs> お願いします。思春期思春期思春期が終わりません思春期が終わりません。 はい。リン,ングでございますよ。すね、ああ。ああ、なんで疲れちゃって。何で疲ちゃってんの。<laughs> もうね。体がまだ全然癒えてません。はい。もうん、ご苦労様ですね。いえいえ本当に、ね。いや、いや。もう、なんか。どっか行こう。 えどう何何みんなで家で休んでる家で休んでる体疲れてんだろ家で休んでる温泉とか行こうよでも温泉は確かに行きたいね温泉はね行こう行こうって言うけど結局ねなんかねイベントとか仕事とかでないと行かないんだよねだからもう思春期でその前行ったね箱根のあれみたいにあんなあの地獄の釜揚げみたいなのに入れないでなんかオケみたいなやつに2人で入れさせられたけじゃん普通の俺は温泉の話してんだよ ねそれやりましょうラジオの悪い癖普通に温泉行って普通に飯食って、うん、う普通に寝ようよう <laughs> 面白いこととかそそそうそうそう,そう自然な流れで出るからそ,れはそうだよな,、ね、ないなと思ったらお尻ぐらい出すよ出す出すねだからそのなんか枠組みでボケるのやめようやめようよ <laughs> <laughs> ちゃんと癒したい <laughs> ね ちゃんとひどいひどいなヤんニゃこ連れててけた話じゃんそれてめえの事務所に言えよないやそれでいいんだよ本当にヤンニョコでいいよお願いしますいやいやいや君らだって行きたいでしょうよそうですよそうだよたまにはマイクとねなんか外したいでしょうよそう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 やつを機械を何にもなして大丈夫だ とにかく普通に温泉あってうまいもん食って酒飲んで寝るで収録はじゃあするよだってお金はそこからのやつだもんね収録はするよするするで枠組みでボケんなっ<や> <laughs> <laughs> 楽しいね楽しいよ <laughs> 楽しいよ <laughs> <laughs> はい、えー、次回はね <laughs> いよ次回は恒大祭直前ですあ、うん、なんかう、ね、アンケートみたいなの募集しますそうだ、ね、なんか、ね、なんか、ね、そんなにその入ってね、うんかかもいら 事前に募集していた方がいいんですよね。そうですね。何がいいですか？なんか前もイベントでやったような何募集しましょうジェリーさん。うん、まあ次回まで間に合うのかでも。そっか,か次回。次回は間に合う。 そうか、次回までもね。じゃあ次回なんか、アンケート。送ってきてもいいですね。ああ、そうだね。でもう頼りつまらない。あとあれだ、思春期ガールズ。思春期ガールズに関してはですね、もうあれですよ。あのー、鷲崎、あさるま、どっちの方がもうすごい好きですっていうの出しちゃダメだからね。そうです、そうです。もうなんか、あったとしても。変な目で見るから。いや、マジでマジで。変な目で見ちゃうからやめてください。だから、ジリさん好きはオッケーにします そう、うん、いや、それもなし。それも、腹が立つからそう、腹が立つから。それも、それもなし。まあ、わかんないけど、こん急に送ってこないでね。そうですね。履歴書とか急に送ってこないでね。やるだけじゃ、ちゃんと言いますよ。そうですね。思春期ガールずだからもう、あの我こそはと思う人たちはもう、自分を磨いていく時間にしていただいて。待ってていただければます。はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、5大生直前なんで楽しみですね。ねうん。 まあ、うん、あのやることそんな変わんないとは思いますけれどもはい,はいよろしくお願いします,ます次回の配信は10月5日になりますぜひ聞いてください今回はこの辺ですさよなら。<music>